はい、次は、大円筒です、50m から 80m の、遠くに、いる、浅い棚のところに、浮いている、グレを狙う時の仕掛けです。浮きグレとか、まあ、もう遠くにいたりとか、あと遠くの方で水面でグレがもう出てきているっていうのを確認できたりする時もあるので、そういう時はもう円筒のすごい大きい木で、30g とかそういう浮きを使います。まあ、これは 36g、 これは38か 9g。 まあ普通の竿だとちょっと投げる時に折れてしまうので 1.5 以上の硬めの竿を使うといいかなと思います。であとはまあ浮きを浮かせないとなかなかもう見えないので 3B とか B とか 3B とかを使って、ガン玉をなしとか、それでも全然浮き入りますので、一応まあそういう釣り方がいいかなと思います。浮きは固定ですか？これは固定でもいけます。少し10センチ20センチ誘導とってもいいかなと思います。